い、こんにちは。ダンサー内藤です。お相手は内藤陽子先生です。さらにね、前回のクイックをまた、まあ、似たのもありますけども、ちょっと違うのにもしますね。前回はランニングライトターンというのをしましたけども、ランニングライトターンおすすめなので、皆さん使えるようにしましょうね。で、今日はランニングライトターンではなくて、中級バリエーションといいますかね、基本の教科書にはないんですけれども、6クイックトゥインクルというポピュラーバリエーションにあるステップをしましょうね。トゥインクルっていうのはトゥインクルトゥインクルリトルスターというきらめくということね。そう、キラキラする。で、まあ6クイックトゥインクルなので、6つの、クイックできらめくというステップですね。それ以前に6クイックランというのもありますけどね、それは6クイックランなので、こういうステップですね。ここの、例えばこっちの足からスロー1,2,3,4,5,6 というのが6クイックトゥインクルじゃなくて6クイックランですけどもね、今日やるのは6クイックトゥインクル、こういうのですね。これはナチュラルターンをヘジテーション的に終わってスロースロークイッククイックで、普通のヘジテーションはまあここでヒールプルなんですが、それをした後にライズをしますね。こうしたらスロースロースローで、こういうふうにヘジテーションしたままで、ですから男性は右足のまま、女性は左足のままライズをしたら、その、ね、少し左末にしつつそれを返すように揃える、後退揃える、全身ロックで次に出かけていくという、こういうのを、まあ、6クイックトゥインクルというわけですけども、つまりスロースロースロー1,2,3,4,5,6 ですね。女性は反対ですから、ナチュラルターンをしてナチュラルターンをして、ね、まあ、ナチュラルターンと思ってもいいし、ナチュラルターンウィズヘジテーションと思ってもスロースローで、横開いて揃える、 CBMP で外へ出て揃える、後退ロック、そして降りて、ここからクイックオープンリバースに入ろうと思いますので、スロースロークイックイックスロースロースロー1,2,3,4,5,6、そしてクイックオープンリバースから、旋回はピボットをしてテレマークをしてスローアウェイオーバースをしましたが、今回はさらにそれを複雑にしてテレスピンも入れちゃいましょう。もうワルツとかと一緒ですよね。ですからクイックオープン、もうちょっとこっちからかな、クイックオープンリバースピボットオープンテレマークですね。スロークイッククイックスロー、そしてテレマークしたら、これ女性を走らせてテレマークしてスローアウェイオーバーセッシュね。で、まあそのまま回転してもいいんですが、大きいてで同じようにオープンナチュラルからランニングフィニッシュをして終わりましょうね。